この5日間シリーズ日本財団会長会、新ペラ制度導入後のここ5年間、柴田浩二、白石武、和田健介、和田拓也、そして去年の太田和美と近畿勢が5連覇中。今年も近畿勢が3人この優勝戦に駒を進めてきました。連覇は続くのか、それとも止める選手が現れるのか、第12レースの優勝戦です。他のドリーム戦メンバーが気力に苦しむ中、序盤から好気配、さすが SG ウィナーという走りを見せた丸岡正則がポールポジション絶好枠1号艇です。そしてその横にコース前評判ナンバーワンの62号機とエースボートのスーパーセット、勝てば2003年7月以来の久々優勝となる吉田実。センターの3コースには3年前のこの大会を制した時と同じ3号艇で登場、和田健介。奥には4号艇の重野谷圭介。船足は平凡ながらも安定した戦いぶりで優勝戦に駒を進めてきました。5コースには今年2回目の V を目指す吉島義行と、最アウト6コースに予選道中のアクシデントを見事に乗り越えて優勝を果たした青木幸太郎。風は横風コンディションです。すんなりと枠番通りの3対3と並び固まった日本財団会長杯の優勝戦、スタートまで今残り10秒。インコースから1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。優勝戦の12レーススタートしました。ほぼ5コースまでは横に揃ったスタートになりまして、1号艇丸岡一気に逃走、2号艇の吉田実が引いた、センター3コースから和田健介が外行って、5号艇真ん中が内側を4番6番切り込んでバックストレッチ入りました。圧勝です。全く寄せつけませんでした。早くも独走、1号艇の丸岡正則、2番手には3号艇の和田健介、その後ろから追いついてくる2号艇吉田、さらには4番6番スタートは正常でした。締めに行く3号艇の和田健介、突っ張っていく2号艇の吉田、内側くそこへ4号艇6号艇切り込んで入った。しかし2番手争いは2番と3番、アウト側に3号艇の和田健介、内側から2号艇の吉田実、並んでしまえば一気に内側から出ていく2号艇の吉田実、2周の1マーク吉田が先に待っていく、内には4番5番がやってくる、和田健介は思い切って外を回して追いすがりますが、2番手は内側優勢に2号艇吉田実がキープ。上位体系は1位2ター3の並びです。直線ではあっという間で和田との溝を広げていく2号艇の吉田実、ものすごいパワーで2周2マークも先に回る、外から3号艇の和田健介、吉田の外をここも握って前を追いかけるんですが、2番手はしっかり守って2号艇吉田実です。上位体系は1位2ター3のままスリット前を通過、レースは最終周回へと入ります。4番手は4号艇6号艇の青木幸太郎、5番手が4号艇重野谷で、最後方には5号艇吉島義行が続いています。インコースからちょうど一定身ぐらいのスタートでした。縦を完全に寄せつけませんでした。まさに今シリーズ圧勝でした。1号艇丸岡、そして2着ながらもまだまだとそのパワーを見せつけた吉田実が2番手で、3番手には3号艇の和田健介、内枠3人が上位独占となりました。日本財団会長会の優勝戦、最後のホームストレッチ、1番乗りは丸岡、2番手が2号艇吉田、3番手には3号艇和田健介、体型は1位2ター3での決着です。先頭1番丸岡優勝五輪、2着は2番の吉田、3着は3番和田五輪、続いて6番の青木、4番の重野谷、ラストは5番の吉島五輪。